今日は皆さんに謝らないといけないことがあります。私はバカなので話そうと思ったことを忘れるので台本にして書いてきました。それを今から読むので聞いてください。この度は配信で皆様に涙を見せてしまい大変申し訳ございません。私は自分で無能という自覚と自分の歯がガタガタという自覚がありませんでした。このニコ生配信をはじめみんなに歯をいじられることが増えてきて、最近は友達と話すときは自分の歯を気にしながら喋るようになりました。現実では歯を見せて笑うことができません。仕事ではお客さんに電話対応で中断の意味がわかりますかと煽られ、おつぼねや上司に中断の意味を教えてくれて、おつぼねの言葉やまた一つ言葉を覚えたねと言われ、そこで初めて私は無能でちいかわいかなんだと自覚をしました。でも私はこのニコ生を始めてみんなにやっと気づかれた感謝もあります。このまま配信をしなければ一生自分にこの自覚がなかったと思います。しかしこの前放送で視聴者にブッサというポストを見かけました。顔が金玉みたいだという声も耳にします。私は冗談ではなくニコ生で一番可愛いと思っています。コメントでブッサとかつまらないコメントする人はよく自分の顔を見て自分より私の方がブサイクだったらそういうコメントをしてください。改めて今私が思っている気持ちを台本にして書きました。改めてご心配とご迷惑をおかけして申し訳すんませんでした。DM で私が一週間放送やツイートがなかった時にうちゃキッズからは生きてると心配の DM をたくさんいただきました。私にはいろんな人が私を求めてるんだなと思いました。みんなは私がいないと生きていけないし、私の配信がないと人生はつまらないと思います。だから私はこれから楽しい配信をしていきたいと思います。私はこの1週間配信のことは何も考えずに現実を頑張っていました。私はもう頑張るのをやめました。この1週間考えたことがあります。私はもう頑張るのをやめました。それはどういうことかというと、仕事は辞めてないです。2つあるんですけど聞いてください。1つ目がいかに
仕事を効率よくサボれるか。まず2つ目、最後2つ目、おつぼねに気づかれないように仕事のふりをできるか。この2つで私は1週間考えました。私は仕事には歌舞伎役者をしに行くんです。要は演技をしに行くんです。仕事は歌舞伎役者、歌舞伎役者をしに行く、演じるんです。私はこの2つを守って仕事に行くとすごく楽な気持ちになりました。真面目なやつが一番苦労するんです。真面目なやつが一番苦労する。私みたいな無能なのに真面目が一番苦労しました。無能なくせに私はすごく真面目に仕事をしていました。だから無能は無能らしく生きようと思います。だから私は最近はもういかにどう効率よく仕事をサボるかというのを心がけております。それでね、人生は楽になると思います。みんなもどうですか？仕事辛くないですか？だったら仕事なんてせずにサボりまくろうよ。安い給料で何働いてんの？なんでこっちは安い給料で社会の奴隷に付き合わされなきゃいけないの？って思いませんか？私は仕事は適当、遊びは本気でやっていこうと思います。仕事は適当で、仕事は遊びは本気でやっていこうと思っています。だから配信は本気でやって、仕事は適当にやっていこうかなというふうにね思っております。うん、ボーナスもうすぐだね。私まだ会社始めて3ヶ月だからボーナス入るか分かんないし、そもそも。なんか太ったって私寝起きなんだよ。うん、あー、なんかつまんねえんだよお前の枠。はい、出た。私にはね、私にはなぜかコメントポリスという人が現れるんですよ。私の枠にはね、私が何か喋るために何か言ってくる器の小さいね、チンコも小さいと思う、器も小さいしチンコも小さい男が寄ってくるんですよ。私のコメントにコメポリがね おるんですよ。私の枠にガチで。そういうやつは私の配信を見てくれてるから、ちょっと待って、もうさ1週間ぐらいもうさ何も配信のこと何も考えてなかったからさ、ちょっと待ってよ、ちょっとめっちゃ緊張したんだけど配信つけるのに。私さもう今日本当に、はい、もうちょっと待って、曇るんだけどちょっと待ってみんなどうだった？私がさこの1週間配信なくてどうでした？ちょっと悲しんだんじゃないですか？ね、おい、寂しかった？だよね、寂しいよね、やっぱ私がいないで寂しいんやろ、どうせ。おい、忘れるなよ。
に刻むんだぞ。でさ、私が人の放送を見るとさ、ウーカスは死ねだろ、このまま配信しなくていい、お前は早く消えろ、死ねっていうコメントが来て、またもう、またさ、もう何なんだよって、また来たよって。もう私そいつのコメントさ、メモったからね、 ID、 もうあれもメモっちゃったから、もう私、悪口書いてる人のコメントメモるから。次、ID。みんなわかる？ ID っていうの書いてるんだよ、ここには。うん。ストーカーするよ、こっちだって。私、ストーカーされてんだから。リスナーにストーカーされてんだからさ。DM でね。はあ、ちょっと頭痛い。もうね、最近マジでストレス発散で一人でお酒飲んだりして、勝手にね、一人で酔っ払っちゃって爆睡する人生なんだよ。仕事終わりもお酒買って、 お酒飲んで爆睡する人生だよ。もう酒脱したら私口悪いんだもん。あ、なんだかくそくてめえバカやーみたいに言っちゃうんだよ。そしたらね、大変なすごい DM 来んの見る？そんなね話したら私やばい DM 来るからね、マジで。私この前の放送で言ったと思うけど、私嘘じゃないからね、あれ。ちょ、名前は見せたくない、名前はちょっと見せたらさあれだけど、みんな引くよ多分。さあ、いやもう最近はもう胸が苦しい。名前さらさないよ、そんな同類でしょ。ちょっと待ってね、あれ、あったあった。まずね、見せるわ。あ、間違えた。よし、いい？いいかな、見して、見していいかな、見るみんな。ちょっと待ってよ、びっくりすると思う、ガチ。ちょっと一瞬しか見せれないかも。まず読むわ。まず私が気になったとこ読むね。私も特定班に行っちゃうかも。話によれば高校の目星はついてるみたいだし、あなたが間違えなければこの送る必要もなかったの。あなたはアイドル配信者なの、自覚してね。うん、まず私高校生じゃないから特定されても別に害はないんですよ、そもそも。私高校生じゃないから。うん、自覚、そう、私自覚、あ、そう、みんな、私アイドル配信者だったんよ、ごめんみんな。そう、この人の言う通りなの、私アイドル配信者なの。うん、まあね、こういう DM 来るんですよね。ちょっと全部読めないんだよ私、すまんけど。こういう DM が来るんすわ、来るんすわ。私、うわー、なんでだよてめえクソがよーみたいな配信したら来るんですよ。無視してるわ。人気者は大変じゃないって。あのね、多分ね、
他の配信者はこのような DM 来てないと思う。私って結構そういうのをおびき寄せるのが得意なのかもしれない。そういう人を来てるの？来てんのかな？なんか標的変わったもしかして私に。なんかもう煽る相手もいないからみたいな。いやまあ別に私はその DM 来てもね、まあ DM 来るだけだから現実で 何かされたってわけじゃないから別にいいかな。うん、何でも私はただネタにするだけです、その DM を。うん、ネタにするだけだから来ても。あのいやもう病んでない。私ね、あの日血の日だったんよ。血の日だったからめちゃめちゃネガティブでした。だからあの時頭おかしかった。うん、だから私のね血の日は結構こういうことが起きるから許してくれ。普段こういうこと起きないんだけどね、私。なんか泣いたりとか。あのね、DM 封鎖してもね、DM 来るんだって。一回返しちゃってるから、ブロックしないと DM 来んのよ。封鎖しても。私ブロックしないタイプなんだよ。何があっても。なんかね、私結構プライド高いんだよね。ブロックしたらこいつに負けたっていうことになる。だから絶対ブロックしたくないってなるんだよ。なんかね、頭によぎってくんのよ、自分のプライドが。だからブロックできないんよ、アンチも。絶対に逃げたら負けやん。そこで逃げたら試合終了やん。だから私のプライドが傷つくの、ブロックしたら。めちゃめちゃ私プライド高いんよ、変なところで。うん、めっちゃプライド高いの。だからなんか本当にこういう DM 来てもブロックしたら負けるわ、絶対ブロックしない、絶対ブロックしないってなるんだよ。そう、もうだからね、もうプライド高いのダメだわ本当に。うん、マジそんなプライドいらないわって思うわ。何、私に何か言いたいことあるんですか、アンチさんとかは。私がこの1週間いない間ない。あ、何もないと。何もないと、うん、ちょ、頭痛いマジで。うん、うん、今日の足臭いよ。うん、あのね、私ね、まずスリッパが臭いからね、臭いんだよね。だから足洗っても意味ないんだよね。わかる？なんか、引退？そうだね。私引退するときは言わないで引退するからね。そもそも。うん、引退しますって言って引退しないから、私が消えるときは、一瞬だよ。スッと。もうスッと。消えるよ、スッと。だから、私は引退する気ないからね、まだ。まだって言ったらちょっと誤解まねっけど、一生って言ったらちょっとダメだな。期待させるね。まだ引退しないわ。うん。ちょっと、なんて言うんだろうね。まあまあまあ、私に、ができたら、ちょっと引退を考えるかなと思ってます。はい。
まあね、女や男ができたら引退するよ。ニコ生なんかやるもんじゃない。私ニコ生がこういう場所なんて知らなかったし、そもそもこんなコメントが辛辣なんて知らなかったし、そもそも辛辣っていうか、まあこれがまあ仕方ないのよね、スラム街だし。うん、いや知らんかったわだからみんな結構厳しいんだね。厳しいんやな、いろいろ私に厳しいんやな。うん、でもね、私はだからさっきも言ったけど、ニコ生始めて気づかされることがたくさんあったの。だからいいところでもある。うん、いいところでもあるわ。いやマジで私カカのね、歯のね、テトリス、マジでニコ生始めるまで本当に気にしてなかったの。あの言われてからめっちゃ気にするようになって、本当に友達の前でマジで歯出して笑えなくなったのね。だから私こうやって喋っても何々ちゃん何々ちゃんみたいな感じで、もう前歯しか出してない。うん、だからかかるじゃんお金が、この歯の矯正めっちゃ金かかんじゃん。じゃあちょうだいよ、100万、100万ちょうだい、ちょうだいよ。だからそれだったら矯正してあげる。うん、ギフトイベント出ないわ。この前出たし私。あ、頑張れ、ありがとう。私ね、出たんですわ夏の歌枠イベント出たんですわ。うん、だから出ない。しかも私社会人だから毎日配信できないから、頑張らなくていいよ。頑張りますから。うん、いたよ私夏の歌枠イベントいたわ。ねえ、置物でしか気づかなかったの？出たわ、頑張る、ありがとう。いたわおい見ろ、 YouTube 見て、 YouTube 見て、ガチ出てるから。 My love is forever、あなたと出会った頃のように季節が変わってもきっと色あせないはずだよって歌ったんだよ、本当に。びっくりびっくりビンビン、力が湧いたらどうしようも歌った。うん、ぶりっこめっちゃしてた。うん、ぶりっこめっちゃしてた。いやでもね楽しかったわ。うん、やばい、笑顔で決め顔。アワード呼ばれるんじゃない？いや知らない、そんな連絡来ないし、そもそもさ私アワードショーに呼ばれるかもわかんないのにさ、なんかもう早速さアワードショーおめでとうみたいな、新人賞おめでとうっていうのやめてくれる？それで来なかったら私めちゃめちゃ泣くからね。あのあんまり私をちょっとそういう風にやめてくださいかって、あの呼ばれるかもわかんないし来てないんですから連絡。砂奈さんありがとうございます、ありがとう。ちょっとありがとうね。うん、ね、最近さ私めちゃくちゃハマったことがあって、
友達と遊びに行くときにねちょっと変態、ちょっとごめんね、友達と遊びに行くときに可愛い服着るじゃん。それにねめちゃめちゃ詰め込むの、胸を、胸にパッドとかブラジャーを詰め込んで自分を巨乳アピールして歩くの。めちゃめちゃハマってて、それするようになってめっちゃナンパされんの、ガチで。くっそナンパされんの。どういうナンパかというと、お姉さん月100万であなたの顔とスタイルなら200万稼げますよとかね、お姉さんそのスタイルと顔なら絶対におじさん寄ってきてタワーとかシャンパンゲットできますよって言われて、私やっぱ胸って大事なんだなって思って、うん、胸だからね、やっぱりすげえなと思った、胸の効果ってガチで。で君たちもすぐほら胸をこうやって出しちゃうとコメントするでしょ、でっかとかね、でっかとかってね、しちゃうでしょ。まあ、そんな私もね、まあ放棄をしてきましたよ、みんなのね期待に応えて私も放棄をしてきました、この1週間。うん、いや、ガチで。でも、包協ってさ、100万、200万くらいかかるでしょ？うん、ティッシュ詰めてねえよ。本物だよ。私、似合くない？めっちゃ。めっちゃ似合うわ。こういうのするからね。ガチ恋がやってくるんだよね、気持ち悪い。コスプレじゃないよこれ、うん、コスプレじゃないから、普通に仕事で着るやつだから。うん、ね、世の中おかしいよな、ほんまにおかしいよ。なんで安い給料でね、いろんなことを頼まれてさ、仕事を。だからおかしいと思うんだよね、この世の中。だから私頑張らないことにしたの。うん、頑張らないことにした、本当にね。こういかに効率よくサボれるかを考えたら本当に楽になるよ、みんな。マジでガチで楽になる。うん、おつぼねさんとうまくやってるの？私ねまあうまくはいってないかな。うん、給料上がらないよ、別上がらなくて、別上がらなくていいよ。なんかこの前さ、ちょっと本当に大事件が起きたんだけど、私いつも通りね、朝ごはん食べて、朝ごはん食べるじゃん、朝ごはん食べてプッとして、その時にね、うんこも一緒に出そうでね、あやばいと思ってトイレしたんだよ。そしたら横見るとトイレットペーパーがなくてね、
トイレットペーパーがなくて、あ、やばい、トイレットペーパーがない、どうしようどうしようって、もう時間もないし遅刻するしどうしようって、私2択考えたんだけど、今からトイレットペーパーを買いに行くか、そのままトイレットペーパー拭かずに仕事に行くか。で、私が選んだのは拭かずにそのまま会社に行く。で、そのまま行ったのよ会社に。で、私バカだから忘れてたの、拭くのを、拭くの忘れてたのね会社で。で、そのまま仕事して、なんかネチョネチョするなと思って、なんかネチネチするなと思って、で、そこでわっ、トイレに行こうと思って気づいたら、急に私もミスしちゃって、おつぼねにね、これどうやったらこうなったか1から10まで説明してみてっていう言い方されて、ひどくない？この怒り方。これどうやったらこのミスするか1から10まで説明してみてって言われて、はぁ、なんでんだこれ。おつぼねもネチネチ言われるし、下からもネチネチするし、もう両方からネチネチ言われて、もう行けないのよトイレが。トイレ行けないの、拭けないのよ、うんちが。うんち拭きたくてたまらねえのにこっちはと思いながら、ネチネチ言われて。で、それで次電話かかってくるじゃん、お客さんから。で、電話かかってきて、ね。なんか中、さっき言ったけど、なんか中断の意味わかる？みたいな言われて。はぁ？中断の意味？わからねえよって思いながら、はい、わかります。わかります。今からちょっと手配するので少々お待ちくださいって切るじゃん。で、おつぼねなんて言われたって、中断の意味わかりますかって言われましたって言ったら、中断の意味わからないのって言われて、中断の意味を教えてくれてさ、本当に、また一つ言葉覚えたねって言われて。でも本当にもうそこで私、無能だと思って、泣きながらトイレに駆け込んでさ、で、トイレでさ、自分のパンツを、下げたら白いパンツだったから、うんちがべっちょりついてて、もうそれにも私号泣しちゃって、もう無能だって、自分が無能だっていうことにも号泣しちゃって、もう両方からもう何なの私の人生って思いながら、もう白いパンツが茶色いパンツになっちゃってさ。で、もう私そこでね、そう、お昼休みだったから、ちょうどお昼休みで、ちょうどお昼休みだったからね、で、1時間ぐらいにねトイレこもったのよ。そしたらね、みんながね、同期みんながね、大丈夫ですかって言われて、めっちゃ恥ずかしくて、大丈夫ですかって言われて、どうされたんですかって言って、ちょっとお腹が痛くて、だってさ、うんち漏らしましたって言えないじゃん。だから、ごめんなさい、ちょっと生理でお腹痛くてって言って、あ、そうなのって言って、じゃあお大事にねって言われて、ずーっとこうトイレこもって、次またおつぼねが来て、大丈夫うちゃんさんって言われて、大丈夫です、ちょっとお腹が痛くてって。お腹痛くて、下はべちょべちょだけど、下はうんちまみれだけどさ、本当に。で、もうそれでもうそのまま、あのトイレットペーパーをあのパンツの下に仕込んで、もうそのまま一日を終わらせました。うん。一日をね、終わらせました。もう涙も止まんなかった、その時。もううんちもべちゃべちゃだしって。自分の無能さも、無能さに気づいて。涙ね、もうべちゃべちゃで、うん。捨てたわ、パンツ。帰って捨てたわもう。本当にね、みんな、自分のさ、漏らしたパンツをこうやって見たことある？絶望だよ。本当に。こうやって。それを捨てるんだよ、大事なおパンツを。私パンツを犠牲にしすぎてる最近、血とかで、血とうんちでパンツ犠牲にしすぎてさ、下着しか残ってない、パンツ少ないの。ちょっと汚い話すみません、あのご飯食べてる人、あのうんこ食ってる人ごめんなさい、本当に。だからそうなのよ、ごめんなさい。はぁ、本当にもうそういうことがありましたんだよ、うん、だからりょうさん、ありがとう。うっさいわ、私のトークに点数とかつけるな、うっさいんだよ、聞いとけよ、黙って聞いとけよ、私の話を。トークおもんなとかじゃなくて、黙って聞いとけよ。トークおもんなって言いながら全部私の話聞いてるじゃん、聞いてって、全部聞いてるやんけ。お前好きだろ、私のこと。またキスするよ、ほんと。いいの？キスして。でもね、私ね、ニコ生で一番可愛いのは確かだけど、
トークも面白いと思うんだよね一番。ほう、価値で、それは価値を持ってるね。正解だよ。さすがだよ、君はよく気づいたね。君はさすがな、ウーチャキッズだよ。うん、ウーチャキッズだ、正解だよ。その通りです。下品は嫌いです。私下品なんでごめんなさい。あのね、私ね、とんでもない下品ですよ。とんでもない下品女ですよ。じゃないと自分のトイレの便器のチョコレート映さないでしょ。見た人ならわかると思うけど、うん。それにガチ恋がついてるのが猛者なんだよ本当に。それにガチ恋ついてるのが逆にすごいと思う私は。うん。あとそれにアイドル配信者だって言ってるやつもバカだね。うん、アイドル配信者が自分の便器映さないでしょまず。うん、すげえよ、アイドル配信者がさ自分のトイレの便器映すやつなんて。でカビが生えたフライパンも映すやつなんて。うん、ほんとやめて、それ、あの自覚してねっていうさ、あのやめて、その目やめて、自覚してねっていうさ目の文字やめて、ガチで本当に震えるからやめて、それ怖いの、もうそれ怖いからやめて、もう自覚してねっていう目の文字それ本当に怖いからやめて本当に怖い、夢に出てきそうやわ本当に。うん、怖いわマジで。あんな長文読めるかよ読めるかよマジで、怖えよ。うん、なんかね最近ちょっと気合が足りないなって思ってきて。私って気合足りてないよな、なんか根性が足り、根性ないなと思って最近マジで。根性がないなと思って、根性入れる配信しようかなと思ってる。根性、根性入れる配信したいなと思ってる。配信は増やす、配信頻度は増やしたいと思ってる、ネタがあれば。やだ、焚き火、焚き火じゃない、なんだっけ、滝こうバーってやつ、あれさしたいなと思ってたんだけど。バンジーは、そっか、バンジー、こうバンジーある、大阪、大阪あるかな。滝行って読むんだ。へえ、バンジーちょっと怖いな。まあ、バンジー、バンジーもしたいな。うん、道頓堀からさ飛び込むのはさすがにやばい、性病になるよあれ多分。あのね、道頓堀から飛び込むやつって性病やわ、あれ性病持ってるよ絶対。うん、汚いもんだってあそこ、汚いから、いろんなバイキンがあるからね本当に。どんどん体張る系になってる。え、体張ってなんぼでしょ配信者なんて。体張ってなんぼだわ。っていうか体張らないとみんな面白がらないでしょ。うん、どうしようかな。VTuber いつなる？え、そうね、VTuber なりてえな。うん、それ考えてた、ちょっと。ミナとアクアでやっていこうかなと思ってる。私が第2号のミナとアクア。もうミナとアクアいなくなっちゃったから、私が第2号のミナとアクアになろうと思ってる。私ね、正直ね、声は多分いい方だからね、VTuber いいなと思ってて。45万人集めるよ、同説。
でも違うんだって。ツイキャスはね、あれツイキャスはあれね、みんな勘違いしてると思うけど、私ツイキャスではね、あれ垂れ流し配信してただけだから、4年間。歌ってただけだから、あれラララララララって、誰が聞きたいと思う、あの配信4年も。そりゃリスナーいないわ。そりゃいないわな、リスナー。4年やってたよ、あれ。4年っていうかずっとはやってないけど、ちょくちょく空いてた時期もあったけど、半年やらない、8ヶ月やらないとか、トークしてなかったし、そもそも私ずっと歌ってただけだったから、固定リスナーいないわ。いたらここのコメントに書くでしょ。誰も来てないよ、ツイキャスからの人は。まあツイキャスで知り合った友達とかは、まあ私のニコ生配信バレてあれだけど、煽られたけど、子さんいないよ、ツイキャスからの。いないよ。ツイキャス猫かぶってたね、めっちゃ。もう猫かぶるの疲れてきたから。インスタで煽られた話好き。ああ。うーちゃんって言われて。うわってやつね。うわってね、煽られたんだよね。なんか私さ、めっちゃ変な癖があって、変な癖があるんだけど、なんかみんなピノとかさ、アイスのピノとか食べるときにさ、たまに星がついてるやつあるじゃん、星のピノ入ってるやつ、あれをさ、私食べれないの、あの、わかる？もったいなくて食べれなくない？星があったら、なんかちょっとレアで食べれないの、私、そのもったいなくて、わかる？食べれないので、私結構前の話なんだけどさ、ちょっと結構前のさツイートなんだけどさ、前にね、私レアウインナーを見つけちゃってさ、ウインナー、レアウインナー見つけちゃって、知ってるかな、あ、これだ、これめっちゃでかくない？これさ、いつだっけな、これめっちゃレアじゃん。私それ食べきれなくてさ、ウインナーにカビが生えたんだよね、ずっと食べてなくて。いつだこれ、ちょ、英語で書いてるか分かんないわ。なんかさ、食べれないのよ、マジで食べれないの。なんかもったいなくて、今日これ病気なのかな、これいつなの、病気で食べれないのよ、病気なのかな、食べれないのよね、私もう。
ごめん、充電切れたもん。また充電切れた、もうすぐ充電切れる。ちょっと待ってて。え、やばい。ねえねえ、こんなさ、ウインナーってカチカチなることあんの？クソ硬いんだけど。え、なにこれ？え、なにこれ？やばくない？これ、なにこれ？これやばくない？これ多分2ヶ月ぐらい放置しててさ、なんかさ、見て。ブツブツみたいなのできてんだけど、きっしょ。君たちのさ、なんか、これ。もうこれ捨てるわ、さすがに。もう捨てていいかな？捨てるわ、もう。もったいないけど。こういうね、なんかあるんだよ、私。もったいなくて食べれないっていうのが。なんなんだろう。もったいなくて食べれないのよね。なんでだろう。食えよって今？なんかおもちゃみたい。なんかおもちゃみたい。これやばくない？電話かかってきたわ。あ、ここ柔らかいわ。ちょ、ダメだ。これいけんな。これあかんわ。これあかんわな。やばい、なんか歯が、なんかやばい、なんか歯がおかしくなってくる。やばい。歯がおかしくなってくる、なんか。いや、もうダメだよ、危険だよ。結構前のだから。これ何なんだろう、もったいなくて食べれないんだよね、私。マジで。食べるか。か、早いか。ん？なんか、ジャーキー、カルパスみたい。え、めっちゃカルパスみたいなんだけど、味。なんか、めっちゃ硬くしたカルパスみたいになってる。おいしい、おいしいかも。硬いけど。画質悪い？画質上げるか。画質悪いか。お腹壊すね、これ絶対。あ、カビ生えてる、やっぱこれ。これカビなんだ。あ、これやっぱカビなの？あ、マジ？え、これカビなの？ガチで。え、ガチか。やった、これ全部食べて明日休むわ。あ、お腹痛くなりました、ごめんなさい。ちょっと食中毒になってんで休みます。明日休めるわ、マジで。ガム早くくれよ、もう。明日休みっていいから。私休みたいもん。もう仕事行きたくない。仕事行きたくないもんだって。やめとけって。君たち私じゃないやん。私は私だからいいの。君たちが死ぬわけじゃないじゃん。君たちが食中毒になるわけじゃないからいいの。ね。これで食中毒になって病院運ばれても自業自得だから。体調管理は社会人の基本。その基本をね、押し付けるなよ私に。あのね、基本っていうものは人それぞれあるんだよ。私の基本はそれじゃない。いかにどうやって仕事をサボれるかっていうのが私の基本だわ。お前な、給料もらってんだよ、安くてもって。そんな給料もらうのは当たり前じゃん。義務だよ。
払う義務なの。だから熱い給料でなんかネバネバしてきた口の中。なんかネバネバしてきた。あ、これがみんな根性つうもんよ。これが根性やわ、みんな。これが根性ですわ。これが根性つうもんよ。ずっとね、冷蔵庫に2ヶ月ぐらいあったからね、結構ね、鬱陶しかったんだよね、このウインナーが。うちゃんは劣化したっていうのやめてくれます？そうだ、働けば劣化しますわ。働けば劣化しますわ。やばい。あ、ちょっと気持ち悪いよ、口の中が気持ち悪い。あ、明日休むために食べた。私ね、でも今月一回休んじゃった風邪で、ま、この前さ泣いたじゃん。この前1週間、ちょうど1週間前にさ、私配信して泣いてたじゃん、号泣配信。あの次の次の日休んだんだよね、風邪ひいちゃって。でずる休みちゃってガチの風邪でさ、普通さ電話、おつぼねになんか電話したらさ、あ、お大事にねって言われるじゃん。何も言われなかった。ごめんなさい、体調悪いので今日休みますって。あ、そうなんだって。明日行けそうかなって。わかんないです。あ、そうなんだみたいな感じでガチャって切られて、なんかお大事にも何も言われなかった。うん、来なくていいよってこと？いらない子？私いらない子なんだ。へえ、いいんだそういうこと言っちゃって。私が職場に来ないとどうなるかわかんないよ。どうなっても知らないよ、私が職場に行かなければ。うん、影響ありまくりだよ。はかどりません。私電話対応うまいので。なんかさ、電話対応うまいからさ、仕事さ、コールセンターみたいなことされたのに、変えられたのに仕事ないよ、私だけ。私さ、電話対応でさ、なんて言うんだろう、あの、いらっしゃいますかなのに、私いますかみたいな、上から物を言うのね、私お客さんに対して。上から物を言っちゃう癖があってさ、それでね、おつぼねにめっちゃ怒られるの。それで、あのね、友達って、今話してる人友達って言われて、え、いや、お客さんですけどって言ったら、あの、人にね、物を頼む時とか言う時は、なさいますかとか、いらっしゃいますかって使うんだよって言われて、うん、ちゃんとメモしときなって。はい。じゃあなんで電話対応させたんだよって、私に。君がうまい、私の電話対応がうまいからって言ったから、私にその仕事をさせたんでしょって。本当にもう無理だよ。別に良くない？タメ口で良くない？おるって、別にいらっしゃいますかじゃなくて、おるみたいな、よくない？うん、別にいい、よくない？もう敬語って難しくない？なんか私が敬語ね、でたらめ言い間違えたの、つぼねに、テンパってるテンパってる、焦ってる焦ってるって言われて、あの、ゆっくりでいいからって言われて、そんなね、無理に敬語を、あの、頑張って使わなくてもいいよって言われて。どっちだよ。うん、
まあ優しいけどね、おつぼね。まあ確かに教えてくれることは、こんなバカにね教えてくれることは優しいけど、自分がきつい、もう自分が無能すぎてきつい。多分私どこ行っても向いてないんだよね、職場。うん、どこ行っても向いてない、もう無理。働くこと自体向いてない。私って社会不適合者なのよ、そもそも。うん、ちょっとね、大人の階段を登りすぎちゃった、私が。うん、大人の階段登りすぎちゃったわ。私多分早かったんだよ、まだ正社員、まだ私早かったんだと思う、仕事するのが。うん、だからちょっとね、上登りすぎたなと思った。上登りすぎたわ毒が回ってきた毒がいつも通りだわ、回ってねえよ毒は。多分ね、ほんと真面目すぎなんだよ私、職場では。職場では真面目なんだよ。でもその真面目を消して、もうこれからはね、いかに効率よく仕事をサボれるかを考える。仕事には歌舞伎役者しに行くから、演技だよ演技。いかにどうやって仕事をサボれるか、サボってるふりをできるかだよ。うん、うん、マジで真面目系の無能が一番やばい。あなたで笑ったことがない。じゃあ今から笑わせてあげるから見てて。笑った？笑ったでしょね、ほら笑ってほら来て抜けてる、やったもう一回、いいよ、次はね、いくよ。笑った？さっきの人、すまん、なんで人気あるの？わかんないか、さすがにわかんないか、わかんない、わかんないよね、私の魅力わかんないか。あのね、私の魅力はね、一回見ただけじゃわかんないよ、2回でわかる。私の魅力に気づけるのは2回配信見たらわかります。初見さんはわかりません、私の魅力に今。うん、5回見てるけどわかりません。それもわかりすぎちゃってる。うん、わかりすぎちゃってわからんことなってる。自分が多分よく分かってないんだよ、お前は。あ？なんで見てるのか分からない。それは自分がね、自分の意思で私の配信をボタンを押したんでしょ？じゃあ自分自身で私の放送を押したんでしょ？見たいから。その気持ちには、嘘ついてないと思うよ。見たいから押しちゃったんだよね。その気持ちは、大事にしとけ。
嘘ついてないから。うせえわマジで、くちゃ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 ペチャクチャペチャクチャ喋んじゃねえよ、うせえわほんまに、ペチャ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 言いやがって。え、私をさニコ生から追い出したいからそういうこと言ってんでしょ。残念ながら私は居場所がここしかないのでごめんなさい、ここしかないんですよ居場所が。いさしてくださいよ、いさしてください、いない、ここしかないんだよ。おい誰が橋の下やね私の居場所。おいグリ下じゃないから私ね、グリ下やめて、私居場所は橋の下だっていうの、グリ下界隈にさせないでくれよ私のことねえ。私をさ配信やめさせてグリ下界に、グリ下界隈で生きれってこと。男の家生きろって。そういう人生も悪くないね、配信やめてその人生も悪くねえな。もうなんか男いっぱいたぶらかして男の家をいっぱい漁っていいねその人生も、まあまあいいかいいいい。よくないわい、何が似合うやん、似合うって何マジで最低だな。何似合うってムカつくんだけど。あ。まあでも、どうしようかな、次のなんか。企画考えてるんだけど、どうしようかな。まあちょっと バンジーちょっと怖いな。まあそれもちょっと考えとくわ今度ね。富士山行かないわ、怖いし。山とか登る系はちょっと怖いから無理。川とかも無理。企画をやめろって。じゃあ何したらいいんだよ。じゃあ何したらいいんだよ、企画ダメなら。おいおい何したらいいんだよ、企画するなって。ソーセージ食べたじゃんさっき、あの腐ったソーセージ。まあまあでもあれだな、まあ考えとくわ、いろいろ考えときます。他の配信者の悪口言おう。いや私言わないよ悪口。他の人や他の配信者は言ってるかもしれない、言ってるやつはいるかもしれないけど、私はそれに別に聞いたり何か反応したりはしない。どうでもいいから。誰々が悪口言ってたってよく聞くんだけど。あのまあ私は別に何とも思わないかな、それ見て何とも思いません。だってその人に何言われても私が一番可愛いから、それだけで私は自信がつく。面白いとか面白くじゃなくて、私はこの人より一番可愛いし別にいいかなって思ってる。だからそれだけでね、私はもうあのちょっと心がスッキリする。自分にそう言い聞かせて心がスッキリするから、もう全部どうでもいい何言われても。
それって私のことブッサとか言う人はじゃあ自分の鏡見てからブサイクって言ってください。でその私よりね可愛かったらまあそういうコメントはよしとするわ。うん、明日も仕事やだ、めんどくせえ、マジでやだわ。もう私マジでやばいかも本当に最近。もうねやめたいのがね今 70% ぐらい来てるからマジで やめるかもしれない。うん、もうね今のね仕事内容が向いてなさすぎる。電話対応私無理だわ、やっぱ無理無理。お客さんにもバカにされるし、この日本語わかるとか本当になんか腹立つわマジで。言い返したくなるもん、うるせえよってマジで。でもそんなこと言えないじゃん、うるせえ黙れよクソじじいがって。あ、もうおじさんなんだけど電話相手おじさんなんだけど、うるせえよって黙れよマジでクソじじいがって言いたくなるんだよ、けど言えないからここで言うわここで言わせていただくわねえちょっと待って、フィリピン人なんで分かりませんって言えって、そのコメントさ、私さ昨日だっけな、昨日なんかさ家の近くのコンビニ行ったのね。そしたら急におじさんにさ話しかけられてね、なんかちょっとフガジみたいななんか喋り方、お前フィリピン人だろ、フィリピン人だろって急に言われたのね。私歩いてたら急にだよ、いや私ジャパンです、ジャパニーズって日本人ですって言ったんよ。そしたらね絶対違う、お前フィリピン人だよってめっちゃ喧嘩してたの。日本人だっつってんのにそのジジイはフィリピン人って言ってくんの私のことなんでフィリピン人って言われて、ここにね、なんか引き継いでるからって、なんか、ニキビあるんだよ、ここに。あ、ハオじゃねえの、お前って。これニキビだわっつって。ニキビだわって。お前、フィリピン人だって。ずっと言ってくんの。で、もう、わかりました、もう。フィリピン人ですって。はい、そうです。私はフィリピン人ですって言ったら、ペリ、嘘つきって言われて。意味わかんなくね。ついに私認めないといけないことになっちゃったんだよ嘘つきって言われて日本人ですから私うん、日本人ですよ。なんで私結構フィリピン人なんかそういう風に思われるんだよ、フィリピン人って。うん、なんでだろう、フィリピン人って言われるんだよね。目がでかいから、あ、そういうことか、そういうこと。なんだなんだなんだ、どうしようなんや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 パラパラしてもらうぞとブラブラしてもらってくれるのマヨネーズのやんやん。パラパラしてもらう。パラパラしてもらう。パラパラしてもらう。パラパラよ。それで走ってないのか。うん、フィリピン人に見えた、うん、フィリピン人に見えた、うん、なんで急に怒られたんだろう私、意味が分かんない、本当に意味分かんないわ。まあそれでなんかでもね私小さい頃から
私ね、小説とか絶対に読みたくないタイプだったの。もう小説私大嫌いなの。国語とかマジで大嫌い。あの文章読むだけで痒くなるの、体が。だから私何も知識がないのよね。あの日本語の意味が理解できないの。まず難しい言葉が分かんないの私。漢字も読めないし。だからそれで今社会に出てるわ、その影響が。言葉が分かんなすぎて、おつぼねに教えてもらうっていう日本語の意味を。でお客さんにはなんかその言葉の意味って誰でも分かると思うけどねみたいな、煽られるんだよね。読書大事だな本当に。私本当に無理、読みたくない何も。だから言葉の意味が理解できないから、人の配信とかも5分で精一杯。唯一聞けるのは自分の配信だけ。多分バカがバカの配信見ると多分ずっと聞けるんだけど、頭のいい配信者を見ると5分しか見れないバカだからバカの配信を見ると結構見れるんだけど、頭のいい人の配信は見れない。頭のいい人の配信見れないマジで。ひろゆきとか見れないもん頭いいから見れない。なんかもう本当に私漫画とか無理マジで。漫画も無理だから私アニメ派なんだよね。アニメ派。漫画もマジで無理、読めないマジで読めない、理解できない。まず漫画ってどっから読むか分かんない。あるじゃん、 1,2,3,4 これどう順番に読むかのまず分かんないの。こっちから横から読むのか下からこう読むのか分かんなくない？だから漫画マジで分かんないの。漫画読んだことないから、そもそも私ガチでマジで分かんないの。右上から分かるよ、それ分かるよ。だから右上から読むの分かるんだけど、そっからどう読むのか分かんないの。だから読むのやめる、分かんないわってなって。だから私はアニメ派、普通のネットフリックスで見るアニメ派。頭の障害じゃなくて、私学習能力がないの。私多分ね、なんか障害とかじゃなくてガチの学習してこなかったやつの頭の中の脳みそなんだよ今。学習障害ではなくない？学習障害ではないよ、わかんない、どうなんだろう。だからなんか集中力もないの。私集中力もないからアニメとか見るとちょっとなんか20分ぐらいになるとちょっと疲れてきたってなって休憩してまた見るみたいな感じ、その繰り返し。集中力もないからね。簿記できるしネタでして、簿記はそれはしなきゃいけないっていうのがあったからしてただけ。しなきゃいけないっていうのがあったから頑張ってしてたんだけど、もう今忘れてるからね。簿記3級だよ、3級誰でも取れるよ、資格3級なんてもう忘れたもん私。しかも試験解除行ってないし、勉強したのにもかかわらず私試験解除行ってないからね、めんどくさくて。だから無駄にしただけ私時間を。試験解除行ってないもん、勉強したのに。資格取りに行ってないの。日照だよ、2級取ってない、2級取ってない、取れない、難しいもん。難しくね、無理、3級までしか無理だった。だからもう全部忘れた、試験会場行ってない、めんどくさくて。だからもう全部忘れた、無駄にした障害者手帳は2級だって、2級取れるって、わかんないわそれは。私はただのバカなのかもしれないから、
もうつ、人生救いようがない無能なただのバカかもしれないし、私は。うん、だよね、ただの無能のバカが一番きちいんだよな、本当にきちいわ、ただの無能が。いや、うん、マジ地頭もバカだからね、私。地頭いいやつっていいんじゃん。なんかさ、天才な、違う、なんか ADHD とか無能なふりしたけど、ふりしてるけど、地頭はいいやつっていいんじゃん。めっちゃ嫌だ、それ。地頭いい。いいやつってめっちゃいるやん。私、地頭それもう良くないもん。そう、地頭いいやつマジで羨ましいわ。ガチなバカって本当にいないじゃん。みんな絶対地頭いいの、本当に。見ててわかるわ。うん。うん、だからね、私が仕事でさ、わーなんかもう苦しい苦しい苦しいって言ってるけど、それは、過去に自分が学生の頃ね、勉強してなかったツケが回ってるだけなんだよ。うん。だから、自業自得。うん。自業自得ですわ。学生の頃に勉強してなかったツケが回ってるだけだから、自業自得なんですよ。そもそもなんとかなる、なんとかなりますかね、なんとかなりますか、私。まあだから、でもね、私ね、高卒なんだけど、高卒で入った会社が、すぐ入った会社ね、2ヶ月で辞めたんだよね、2ヶ月で。まあこの話知ってる人もいるかもしれないけど、2ヶ月で辞めちゃったんだよね。で、そこの会社は頭使わなくてよかったの。もうずーっとなんか、こう、スーパーの裏の仕事をしてたから、梱包してたから、頭使わなくてよかったのね。でも力仕事だったから辞めた。うん、力仕事無理だと思って辞めたけど、今の仕事をもう頭使うからもう辞めたいってなってる。うん、何も向いてない私の仕事。私今までしてきたアルバイトもすぐ辞めてるからね。唯一続いたのコンカフェぐらいやもん。うん、やっぱ私水商売が向いてるんだよ、一番。うん、唯一続いたのコンカフェやからな。マジで。一年半ぐらい続いたしな。だから自分の女を売る仕事が一番向いてんのよ、私。女を売る。ね、女さんだから私、女さん。うん。なんか、高校1年生の初めてのアルバイトは居酒屋だったんだけど、高校1年生なのに11時まで働かされて、めちゃくちゃブラックで。で、焼き鳥屋さんだったんだけど、生の焼き鳥ってわかんないのよ、何が何だかって。ももか、なんか皮なのか分かんなくなるの。なのにそのなんか生の鶏肉を持ってこいって言われて、いや どれってなるじゃん。生の鶏肉持ってこいなんて分かんないからさ、めっちゃブラックだったのね。うん、ものとか分かる、分からんわ。いや分かんなかったのその頃は。うん、それもあってもう泣きながらママに言って、やめたいって言って、ママが代わりに給料取りに行ってくれたっていう、一回目の職場、一回目のアルバイトは。11時まで働かせたらさすがにやばいでしょ。で、二軒目は、くら寿司で私働いてたの、くら寿司で。で、そこはもう私一週間で辞めたんだけど、くら寿司で働いてて、
で教えてくれた人大学生の男だったのね。で私何回も何回も同じこと注意されてて、その時にで昨日教えたじゃんってその男の大学生に言われて、めっちゃその男の大学生に嫌われてたの私。で私がねこうおはようございますってね事務所に入ると、あのうわ来た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 みたいな来た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 みたいな言うのそいつが。私嫌われてたんだよ、くら寿司の職場で。来た来た来たよ来たよ来たよみたいな。それでやめた、うん、来たよって言われてやめた。で3個目はまた居酒屋なんだけど居酒屋だったんだけど、なんか夫婦が経営しててね、でその女がムカつくの、なんか態度がムカついて。私その夫婦の男の人にめっちゃ優しく教えてもらってたんだけど、嫉妬かどうか知らないけど、なんか奥さんの方がめっちゃなんか嫉妬みたいなの分かんないけど、めっちゃ当たり強くてやめた、うん、めっちゃ当たり強くてやめてブッチしたんだけど、でも給料欲しくてさ、給料くださいって言ったらさ、なんかめっちゃ怒られて、ブッチしたくせに給料欲しがんじゃねえよみたいな言われて、でもそれもママに頼んで給料取り行ってもらった、うん、ママに給料取り行ってってくれてママに行ってもらった。またでママね、なんであんたっていつもこうなんのって、なんであんたいつも職場運がついてないのって言われて、うん、ママに感謝してるよ退職代行だよママ退職代行だよ、運ないよ本当にマジで。マジで運ない。だから私ついてないんだよね、職場運がついてないの。こんだけの仕事ついてないんだよ私。唯一続いたのコンカフェぐらいだもん。まあ続いた高校生の時続いた居酒屋もあるけどね、うん、でもそこはコロナで潰れちゃってさ、コロナで潰れちゃって台無しになっちゃった、うん、でもコンカフェがマジで一番楽しかったわ、うん、正直。コンカフェって頭使わなくていいもん。トークだってさ、どうせお客さんの話聞かないといけないもん。自分の話なんて興味ないもん、お客さん。お客さんは自分語りして気持ちよくなって帰るから。オナニーしてるようなと同じだよ、お客さんって。コンカフェに来るお客さんなんて。ベチャクチャベチャクチャ、ブル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 って喋って、私が、うん、そうだね。うんうん、辛いねって聞けばいいだけだから、うん、でちょっと胸を寄せてふんうんって聞けばいいから、ふんうんってこうやって、うん、ないのに。いやいや、まあない、いやいや、そのない胸を寄せるんだよ、うん、そしたらあるから、ない胸を寄せるからあるんだよ。人生舐めすぎ。え、なんで？人生って舐めてよくない？舐めたもん勝ちだよ、人生なんて。人生なんて舐めたもん勝ちだろ。真面目に生きてる方がおかしいんだって。真面目に人生を生きてる方がおかしいんだって、本当に。硬くなんなよ、そんなに。肩の力を下げろ。落ち着けよ。そしたらね、マジで病まないし楽だと思う、気持ちは。肩の力を下げろ。え、そのさ、誰々と同じって私分かんないから、見てないから分かんないから、そういうこと言わないでくれる？うん、だから分かんないって。そんな見すぎって言われてもたまたまでしょ。そんな配信者なんていっぱいいるんだから、喋ることぐらいかぶるでしょ。が、だからねそう、今はね、人生というものを語ってんだわ。
みんなは私より生きてるかもしれない。みんなはね、私よりね、生きてるかもしれない、もちろん。でも私は、早めに生きるという意味を知ろうと思う。早くから。21歳から、生きるという使い方、人生の生き方を考え直そうかなって思ってる。仕事のトークだけって。いやいや、君の人生について語ってるよ、今。君の人生についてる、語ってるから。うん。今回心配の DM 何件来た？ 3 件。ありがたいことですよ。皆さん、ガチで。こんなに心配してくださって、とても感謝しております。少なくねえよ。多いわ。何が少ないんだよ。ゼロ件よりマシだろ。ゼロ件ならマシだわ。まあみんな、何かさ、辛いことはあるかもしれないが、人生はね、暇つぶしなんだから。人生は暇つぶしなの。人生は短いんだよ。だから気楽に生きようよ。人生暇つぶし。会社もね、暇つぶしに行ってるわけなんだよ。そう、明日死んじゃうかもしれない。そうなの、明日私が死んじゃうかもしれない。だから今日は好きなことを話して、好きなだけ配信する。それが私の人生なんだよ。そう、人生には何があるかわからない。だからいいのか、そういう コメントとか書いていいの？煽りコメントや嫉妬コメントや悪口コメント書いていいの？君の人生はそれでええんか？それでええんか？ダメだろ？だからさ、もうちょっと生き方を変えてみないか？生き方を変えてみよう。気楽に生きてみないか？糖質に正論は通じない。あ、そっか。そっか。通じないか。必死だよ、私はいつだって。必死に生きないと生き延びれないから。この腐った社会は。この腐った社会は必死に生きないと残れません。あー、こぼしちゃった。うん、一人暮らし頑張ってるよ。待って、忘れてた。今思い出した。洗濯物ずっと売りっぱなしだった。洗、あるあるじゃない、一人暮らし。洗濯物さ、
入れて、洗剤入れてさ、ピッて押して、もう10時間ぐらい放置してたわ。もうあるあるだよな、これ。一人暮らし。最悪だ、いつもこれ。もう本当にやめたい。もうマジで、同棲しよう。同棲。私と同棲しよう、ガチで。それでさ、頼んでいい？毎回さ、洗濯物さ、やっといてって言って。で、私にさ、髪の毛くくってよ。髪の毛くくって、朝会社起こして。で、休む時の電話はお前がして。ちょっと風邪ひいたから休むわって。で、お前が電話してよ。それ。で、掃除は？掃除もしてね。あ、普通に体触るとか、お触りとか、ちょっと NG かな。うん、そういう関係じゃないんで。同棲という一緒に住むという関係だから、ちょっとそれは無理かな。メリットない？ありまくりでしょ。私と毎日過ごしたら楽しいと思うよ。ほんまに。つまらん。お前の人生の方がつまんねえよ。バカが。料理できるもん。包丁ないけどさ、まあ、手でちぎればいいしね。でもみんな臭そう。お前って、私ね、なんかよくさ、なんか臭そうって言われるんだよね。顔が臭そうって言われるんだよね。なんなんだろうこれ。めっちゃ悪口じゃね。なんか顔からして臭そうみたいな。ガチひどくない？なんなのそれ。そのコメントやばいわ。あ、皮脂が出てるから私の顔にいっぱい。それ許してよ。常に焦って仕事してるから、あの顔に汗かくんだよ私。めっちゃ日頃ね、常に休みながら仕事してるからベタついてんの。もう仕事帰りめっちゃテッカテカだよマジで。本当にテカテカな日がないことはないもん。まあ、冬になったらわかんない。どうだろう、どうしよう。冬になっても私顔がテッカテカだったら。最近涼しいからさ。歯磨き大変そうって普通だわ。おい、君たちと私さ、何なの？同じ人間だよ。同じ人間で同じ歯だよ私。ちょっと形が違うだけで同じ歯だから君たちと。一緒だから磨くのは。一緒だから歯磨く、一緒だったら。うん。ちょっとガタガタなだけで一緒だから。構成は一緒だから。うん。構造か。一緒だから。うん、よく見せてって。バカだね、本当に。いいして見てて。お前、うるせえわ。おい。私はな、友達の前でさ、笑われないんだよ。歯出して。マジで。暗黒ルールみたいになってんだよ、私のリアルの世界が。歯を出して笑われないよ、私は。本当に。配信だけだよ、こうやって歯出して笑ってんの。私の歯じゃなくて、歯クソ見せようか、じゃあ歯クソ。
こういうのがね、ちょっと発狂するんだろうね、ガチ恋の人は。だから言ったじゃん、もう私って本当に下品な女なんだって。許してくれよ、もう我慢できねえんだよ。私も全部出したいんだよ、配信で全部出す。私そんな悪いかな、歯並び。私さ、自分の歯をさ、まじまじと見たことないからさ、ちょっと今から向き合おうと思って。なんか悪化した？なんか悪化した？ストレスで悪化したかもしれない。ガチで。本当にズレがひどくなってるかもしれない。最低だな。君たちのせいだよ。君たちと、違う、君たちではない。これダメだね。これ良くないわ。あの、君のストレスに私にストレスを与えるコメント、あとおつぼね、それが私の歯をガタガタにさせた、悪化させたやつだ。ちょっと聞きたいんだけど、ガチ恋ってさ、なんで私のこと好きなん？思うんだけど。ガチ恋だけに聞くわ、今から。私下品だよ。歯も汚いし、歯クソも映すし。顔？おめえよ！別にさ、いや別にさ嬉しくないけどさ、いや別にさ嬉しくないけどさ、ちょっと熱いじゃねえかよ、ちょっと熱くなってきてねえかよ、お前がそんなこと言うから熱くなってきてねえかよ、ちょっと。おい、うちも嬉しくねえよ。歯が黄色ってやめて。今楽しくなってきたのに歯が黄色って言うのやめて、笑ってるのか。歯が黄色いって。はあ。ちょろいですよ、私は。はい。まあ、ちょろいけども、まあ、簡単にやれないけどね。そこら辺はちょっと、勘違いさせてもらわん、勘違いすんなよ。うん。やれませんよ。私はね、リスナーと、したりはしません。
だよ。みかんが硬くて剥けないんだよ。もうみかんが硬くて剥けないんだよ。歯が使え。受けた受けた、ほんまや。うん、まあでもめんどくさいもん、いちいち剥きながら食べるの。ウーカス大好き、ありがとう。でもカスっていうのやめてね、アンチだと思っちゃうから。うん、ウーカスって言ってるやつみんなアンチだろ。マジでう、あのね、ウーカスっていうのほんまやめてほしいわ。私、まあいいけどね。まあいいよ別に。まあ呼びやすいでしょ。なんかね、私思うんだよな、うちゃんってなんかダサくない名前。なんかさ、うちゃんっていう名前キモい、なんかキモくない？でなんか絶対名前からしてなんか気持ち悪いから見ないっていうやつが多分多そうなんだよね、私。なんか名前からしてなんか思うなさそうだし、ね、名前からしてなんか思うなさそう。だから見ないっていうやつが絶対多いの。解明してもさ、なんか解明してもなと思って、今さら。だからちょっとね、私が解明するなら覚醒うちゃん、覚醒うちゃん。たまに覚醒するときあるから。覚醒するときあるから、母ちゃん、父ちゃん、俺は行くよ。ピューキュ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 、覚醒ハイパーみたいな感じで、たまに覚醒するときあるじゃん私。だから覚醒うちゃんにしようかなと思って。まあ、ていうのは嘘だけど、まあ、ていうのは嘘だけど、まあ、でもね、覚醒ってかっこよくない？私の人生右打ち人生だから、そういう名前もありだと思うんだよね。ラッシュが止まらない人生、単発？今はな、今はちょっと単発人生だな。今はな、今日は覚醒しないもん。今日はね、ちょっとね、今日はちょっと外れちゃったわ、外しちゃったわ。なんでうにしたって、なんでうにしたかわかる？それはただ一つ、うっていう名前が
可愛いから、うがつく名前が可愛いから、ただこれだけ、うん、ただこれだけ。うって可愛くない？うがつく名前、ううって可愛くない？なんかう、なんか文字が可愛いじゃん、まずうっていう文字が、うって可愛くない？ひらがなのう、それでうちゃんってつけたの。私ずっと4年間それだったよ、ツイキャス時代、萌え声配信者の時だから、そのまま持ってきたの、ツイキャスからそのまま持ってきたって感じ。うん、なんかダサいんだよな、なんかやだもん、なんかコメントでうちゃんっていうなんか文字が流れるとなんかちょっと気持ち悪いし、まあでも仕方ないね、自分が背負っていく名前だから一生。まあうちゃんでいいわ、ウーカスでもいいよ、全然ウーカスって呼んでください、じゃん全然。なんかうんこちゃんから取ったっていうやつ勘違いしてるバカもいるよね、うんこちゃんっていう、私がエモンだと勘違いしてうんこちゃんからううで取ったら意味わかんないだろ、うんこちゃんからどうやってうで取んだよ、バカじゃねえの。じゃあそれやったらうんこにす、うんこちゃんにするでしょ、パクって。私エモンじゃないから、そもそもエモンじゃないわ。いや、ま、鬼ガールでもないね、鬼ガールじゃなくて私は脇ガールです。まあまあでも、まあそんな言っても知らない人がいいよ、うん、脇ガールの嘘だわ。まあでもね、私は名前がやっぱり最近思うんだよ、ダサいなって、うん、でも今更変えたところでね、みんな忘れるしね。脇があるって、私が脇がだからね、うん、脇がだから脇があるなんだよ。もう慣れたからうちゃんでいっか。見えないか。でも白ってあんま目立たないよね、汗。でも私の制服さ、白じゃなくてピンクの制服なの。ピンクのブラウスと青のブラウスなの。ピンクのブラウスと青のブラウスってめっちゃ目立つくない？汗。めっちゃ黄ばむよね。やばいんだよね。恥ずかしいもん。冬も汗かくよ。暖房が暑いから。え、制服で特定されるとかある？そうなの？制服で、あ、そうなの？マジで？そうだったんだ、危な。キモ、マジか。まだ着てないからよかったわ。これは違う、自分のだから。そうなの。びっくりしたわ。これでも自分のだからね。私舐めてたわ。そうなんだ、危ないな。へえ。何？うちゃんニコニコのフォロワー1万人記念で何もしない。え、だってさ、1万人記念日があったら次2万人記念日でしょ？次 3万人記念日。次4万人記念日しなきゃいけないでしょ？で、次5万人記念日だよ。切りないじゃん。
切りなくない？多分あれでしょ、1万人記念日って言ってる人、多分さ、あの彼女とか付き合ったら1ヶ月記念、2ヶ月記念、3ヶ月記念とかするんでしょ。1ヶ月記念、2ヶ月記念、3ヶ月記念、4ヶ月記念とかするタイプ、もしかしてもしかして彼女とそう祝うタイプ。いや、したいよ、正直。1万人記念日したいよ、したいけど思いつかないんだわ、企画が企画が思いつかないんだわしたいけど、1万記念日で歌投稿どうな、今ね作ってる途中歌投稿、けどなんかやる気なくて、歌うあれ声が出なくて、うん。そういえばなんだっけ、12月だっけな、12月のあれやろうかなと思ってる、競馬、競馬有馬記念、有馬記念やろうと思ってる、競馬日曜日12月だっけな、うん、有馬記念やるわ。え、この前もやったよね、ツイキャスでやってたよね、有馬記念。え、私有馬記念やってなかったっけ。あれ前やったの何、あれ私前やったよな、あれ有馬じゃなかったっけ、なんだっけあれ、あれか、宝塚か。ああ、そっか、年一か、有馬記念って。あ、宝塚、あ、宝塚記念やったんだ、私。あ、そうだ、そうだ。あ、そうやわ。宝塚記念やって負けたんだわ。うん、私って競馬で勝ったことがない。勝ったことがないわ。うん。てか、この前、2ヶ月前か3ヶ月前、3万負けたしね、競馬で。知ってる人はいるかもしれないけど。で、その後バンされたっていう。その後バンされたっていうね、競馬に負けて3万円。本当にもうそういう人生なんだよ私、うん、野獣先輩の乳首か知らないけど映ってバンされた。いやだからね、もうパチンコも最近してねえよ、最近してないもん、もうしてない、もうギャンブルなんてするやつはバカだから、そも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 バカ、あんなんねクレーンゲームと同じで確率だから、当たる日もあれば負ける日もあるんだよ、絶対勝つ日はないから、一生勝つ日なんてないし、当たりが来れば負けるんだよ、次は。だからもうやらないギャンブルは。ん？競馬はするよ、競馬は違うから、競馬はあれは馬の戦いだからね、あれ確率じゃないもん、あれ馬の気分だから、あ、馬の気分で決まる大会だから、うん、機械とは違う、機械はゴミ、機械はゴミだから、馬と馬の戦いだから、あれはいいんだよ、あれはいい、馬の気分、確率じゃないよあれは、うん、あ、機械はバカだからね、機械バカだから、馬はいいの、競輪は、競輪もしてみたいな、競輪もしてみたいな、まあまあとりあえず有馬記念かな、有馬記念まあして、しようかなと思ってるわ、うん。じゃあそろそろ終わろうかね、もう2時間経ったし、2時間くらい経ったし、2時間くらい話したから、じゃあみんな今日はね、誰が義務配信よね、したくてしてんだわい、こっちはな、本当はね1ヶ月ぐらいね配信しないつもりだったんだよ、みんなに、みんなが心配しないから1ヶ月ぐらい配信やめよう、配信サボろうかなって思ってたんだけど、やっぱりちょっとしたくなっちゃって始めちゃったんだよ、今日は始めたの、したくて、うん、みんなに、しかもね1ヶ月なかったら私忘れられちゃうからね、本当にマジで、うん、マジで忘れられちゃうから、しかも誰かに取られるし、私が1ヶ月休んだら、
みんなそっちに行っちゃうやん。うん、だからまあとりあえずね、うん、まあいろいろ人生頑張りましょうよ、お互いみんなで手をつなぎ合わせて頑張っていこう。みんなと心と心は通じ合ってるから、私たちね、通じ合ってるから、もうコメントしただけで通じ合ってるから。よし、誰が死ねやねん、ほんま許さんわ、死ねとか。よくそんな心ないコメントやめるな、いや違う、よくそんな心ないコメント打てるな、ほんとに。じゃあ皆さん、今日も配信ありがとうございます。今日も楽しんでくれたかにゃ。私の配信何点だったかな、じゃあね。